牛ウイルス性下痢、粘膜病とは牛ウイルス性下痢ウイルス感染を原因とする牛の感染症。日本では家畜伝染病予防法において届け伝染病に指定されており、対象動物は牛、水牛、牛ウイルス性下痢、粘膜病による経済的損失は自然状態では牛1頭当たり10から40ドル程度だと推定されている。 牛の下痢を主張とする牛ウイルス性下痢症と粘膜病変を主張とする粘膜病の原因ウイルスが同一であることから二つの名称を合わせて本名称となった。BVDV はフラビウイルスカペスチュウイルス属に属する RNA ウイルスである BVDV-1 及び BVDV-2 の2種が存在する培養細胞に対する病原性により 細胞病原性株、非細胞病原性株に分類される。世界中に分布する。BVDV は多くの牛化動物に感染し、感染動物の分泌物中にウイルスが含まれる。牛では免疫関与を示す持続感染牛が主な感染源となる。BVDMD による下の海洋牛ではこのウイルスに感染しても多くの場合は不健性感染となるが、発熱、 下痢、呼吸器症状、粘膜病、早期肺死滅、流産などを引き起こすことがある。妊娠牛が感染すると胎盤を介して腹子にこのウイルスが伝播することがあり、体齢45から125日の腹子が感染し、流産することなく、出生に至った個体は免疫関与となり、持続感染牛となる。これは、牛の免疫能の発達する体齢は90から120日であり、 これ以前の感染では、ウイルス抗原を自己タンパク質として認識してしまうためである。また、大麗100から150日に感染した腹子では内水糖症、脳幹、網膜、視神経の低形成が生じることがある。なお、大麗150日以降での感染では抗体を有した子牛が弁出される。被災防病原性株に持続感染している牛に、 同一血清型の細胞病原性株が重感染した場合あるいは持続感染している。非病原性株が突然変異により、病原性株に変異した場合に消化器の微乱、海洋を特徴とした粘膜病を発症することがある。粘膜病は急性及び慢性の経過をとるが、いずれも致死率は100%に近い。持続感染牛は遅くとも一歳年までに、 粘膜病を発症するウイルスの分離同定。ただし、3ヶ月年未満の講師では、移行抗体の影響により、BVDV 感染個体を陰性と判定してしまう可能性がある。その他の診断法として、RTPCR が用いられる。特別な治療法は存在せず、対象療法を行う。持続感染牛は適発淘汰する。BVDV-1 を、 免疫腹とした生ワクチンが存在するが、このワクチンは BVDV-2 に対する効果は低い。持続感染牛の摘発等汰は BVDV の蔓延に対する有効な手段である。ありがとうございます。